スノーマン佐久間大介、久々に電車乗った、プライベートショットに反響続々、レアすぎる、遭遇したかった。モデルプレス2024年5月6日。スノーマンの佐久間大介が5日、自身の X、旧 Twitter を更新。電車に乗った写真を公開し、話題を呼んでいる。佐久間大介、久々に電車乗った、ショットに反響佐久間は、久々に電車乗ったと、エスカレーターに乗り、有楽町駅からの切符を持った写真を公開した。この投稿には、トップアイドルが電車に、レアすぎる、びっくり、切符久々に見た、電車で遭遇したかった、などのコメントが集まっている。